うん、だからモテる人もいればモテない人もいる、はい、うん、だまだあのイケメンにしか声かけてないよとか、まあ、その大学終わって今修士を目指してるじゃん。そのあのそこまで大学終わってね研究業績ある人っていないから、うん、だから別にそんななんかすごい下とか思わなくていいよ。あの大学終わった人はあのないから、うん、うん、だからそのだからこういう研究やりたいですっていう感じでいろんな人に連絡してんだよね。あ、そうですね、うん、あ、悪くないよ、みんなそういう感じだから、うん、自分もそうだ。だけどもちろんあの帰ってきやすいとかその連絡になりやすい人っていうのはあのなんていうか研究やったことがある人っていうのがレベルが高くなるじゃん、うん、だからこれはねあのあんまりいい説明じゃないかもしれないけどすっごい分かりやすいから伝えると、だすごいいいところにばっかり今送ってる感じなんだよね。そうだからその人はすごいかっこいい人だと思ったらいいよ。だからかっこいい人ってもう好きですって言われて麻痺しちゃってるから本当に。だからもうあまたですか、はいはい、また僕のことかっこいいって麻痺してんだよもうその人。だから連絡しないんだけど、例えばレベルを落とすと、これあのよくない説明するけどレベルを落とすってことはその人はねそうやってもらう人いないんだよ。あの先生の研究楽しいですもういましたね。だから麻痺しちゃってるから好きですって言ったら私も好きですってなっちゃうんだよ。だから返信来ると思うよ。だからまだ今かっこいい人にしか送ってないんだと思う。そうですね、うん、だけどさんも多分ねそういう体験してるから。だけどかっこいい人でも振り向くことあるじゃん粘ったら。あ、そうだから3ヶ月前も連絡したんだけどっていう風に連絡しないよ。で別にそれでなんか返信来なくて自分傷つくことないから、そういう人いると思ったり、うん、そうだからそのセルフエスティームの自分をさ評価するときに相手がどう思うかで評価するってあるんだけど、これメンタルの話になるけど、あ、そんなこと思わなくていいよ。あ、はい、返信来ませんでしたと、あ、もうあこの人私と一緒に研究できない残念と思ったらいいよ、うん、だもうちょっといろんなとこ連絡してみるといいかもしれない。で統計関係だよね。あ、そうですね、うん、だからその他の他大学とかも見てもいいと思うよ、うん、で統計上見たけどランキングでもう腐るほど出てくるよね。そうですね、うん、だから先生が見つからないってことはない。うん、だからモテる人もいればモテない人もいる、はい、うん、だまだイケメンにしか声かけてないよそう思ったらいいよ、うん。